本日もものつなぎの時間がやってまいりました。 ありがとうございます。よしします。今日は、はい、大和乗り店は誰が来てるんですか。まあ、管理部を中心に10人ぐらいお邪魔して、はい、徳次郎さんは今日来ないです、ね、来ない、はい、そういえばあのタイトがおりますので。ということはそうですね、はい、夢のツーショットを、はい、今日のミッションは夢のツーショット、はいはい、やりましょう。わかりました。何なんですかサングラス。あ、私はですね、あの日焼けは目からということを心から信じておりまして、まあ、確かにその太陽が皮膚に当たって日焼けはするんですけども、目から太陽…木村屋の木村社長にお会いする機会がありました、はい、で、あの例の武田哲也さんの番組で、はいはいはい、なんかちょっとでもかっこよく見せようと、ハンカチ、はい、ポケットチーフを、あ、ポケットチーフをなんか差し上げたと、はい、まあそうですね、差し上げてないですね、正確に言うと、あの使用でってなって、はい、あの先になんか木村屋さんが先に入られたので、はい、僕は買っていきました。それでいくらでしたよってえ、僕のそのトヨタの先進的なトヨタだったかちょっと怪しいんですけども、ノリってその作り方によってはすごく軽いのに結合力が強くて破れないんですよ。はい、それをなんか車の素材の一つに使うみたいなニュースを見た記憶があって、え、何を、あ、あの日本橋ものつなぎっていう YouTube チャンネルがございまして、知らない、ごめん、あ、ものじゃないから作ってるソフトウェアだった、あのそれぜひチャンネル登録お願いしますって、はい、よれって言ってますね、車が来るって、あ、大変よ、車が来る、車が来るってよ、やばい、やばい、遅れた、伊平さん、僕が、え何を、その T シャツはどこで、パタゴニアのユニフォームで作って、色がかっこいいですね、かっこいいですもんね、これユニクロ、これユニクロです、あら、ああなるほど、負けてますよ負けてます、それはもう一生追いつけないやつですよ。ちょっとなんか動き出してますから、ちょっと、伊平さん、はい、大丈夫です、はい、始まりですな、はい、はい、はい、やってやった、はい、じゃあ撤退、あざっす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 、なんすか、なんすか、なんすか、あれ、いやいや、そんな、今回ちょっと今カメラ向きじゃないんで、ちょっとはしご車が来るだと、はしご車がこの日本橋のこれを洗う、はい、そうですね、でもでそこに登って子供がゴシゴシする、マジっすか、マジ、え、こっちでも早い、はい、EM 菌っていうのを彼はずっと日本橋川で EM 菌、 EM 菌、あ、 EM 爆弾のことですね、コースの団子ね、それをずっと15年やって一定の成果が、あの得られて、はい、あの要するにそのテストプラン、区長のおなわりって言わないと誰かが、ではもしもしお願いします、はい、動画ですかこれ、はい、動画です、何事も協力すれば怖くない、ありがとうございます、はい、目線はカメラで、ずっとカメラ、一緒にやれば怖くない、ありがとうございます、OK です、いや本当いろいろありがとうございます、こんなこと、いや、じゃあ、あとは小学生で、ありがとうございました、はい、よし、じゃあでは最後に何か面白いこと言ってください、みんな協力してやれば